パピーリリーチャンネル。皆さんこんにちは。今日はね、やっとキャンプに出かけることができます。いや4月ですよ。4月に最初の目的キャンプねやろうとしてたんですよ私。それがねやっと2ヶ月かかってやっと行けることになりました。ちょっとね天気予報では今日晴れるはずだったんですけどもね、今日どんより今曇ってます。ただ海側がね今青空なもんですからね、これから晴れてくるとは思います。行き先はね前から何回も話してるね山形と秋田の県境のね、三崎公園キャンプ場、そこに行く予定にしてます。慌ただしく出てきたもんですからね、忘れ物ないかねちょっと不安な面があるんですよ。一応チェックしてきたつもりなんですけどね、全部広げて、しかしねちょっと一つ不思議なことをちょっと感じましたね。今回はサイドバッグつけてないんですよ。シートバッグをね思いっきり広げて、まあ、大きい方のねシートバッグですね、それを広げて容量を上げてるんですけども、なぜ田沢湖キャンプの時にね物が入らなかったのだろうと不思議に思うんですね。今回はそのタンク、サイドバッグつけてないのにねまだ余裕あるんですよこれちょっと不思議ですね。まあエアマットを持ってきてないっていうのはあるんですけどもね、ただそれだけの量ではないですからねこれね。いやー実に不思議、田沢湖キャンプの時はねほんと物がいっぱいでね、ヘルメットのマントを、ね、左側につけてるんですけども、ちょっと今ね命綱にしてるからびしがねヘルメットにぶつかってカチ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 いってますね。なんとかしないといけないな。ちょっと先のコンビニでちょっと調整します。さてこれでどうかな。やっぱりね命綱がないと怖いですからね。じゃ出発します。まあ、今日は近場ですからね国道を走っていこうと思ってます。いや少し晴れてきた、よかった。本当は今日もねキャンプに行けない危機があったんですよね。昨日一昨日とね組合、私が入ってる組合のね東北総会っていうのがね、宮城県の秋保温泉だったもんですからね、そっちの方に私、昨日一昨日と行ってたんですよ。私が一番執行委員で若いもんですからね、運転手は私だっていうことでね、
全部私が運転してたんですけどね、大きく。富士郎ではね、お偉いさん方は宴会やってました、朝から。なんでね、秋保温泉、私がね、運転して往復して、昨日帰ってきたもんですからね、ちょっと疲れがあったんですけどもね。でもね、またキャンプこれね、逃すのちょっと嫌だったもんですからね、行きたくて行きたくてしょうがなかったもんですからね。そうこうしているのにね、トドさんにも先越されちゃいましたしね、キャンプ、なんでね、まあ、食事等は簡単なものにしようかなと思ってます。まあ、今年はあの初のね、キャンプなんで、まあ、ちょっと、まあ、旅行練習的な感じでね、楽しもうと思ってます。で、アクションカメラがね、2台体制になったということでね、まず、ヘッドマウント の、 あの AS200V ですね。そして、カメラの、ね、前の方から映しているのがね、CGXA2 やっと覚えました、機種。そっちの方から撮影してます。いろいろアングル変えていこうかなと思ってますので、それでもこのままいっちゃうかな。まあね、三崎公園はね、私の自宅からだとね、1時間半、まあ、下通っても1時間半から2時間かかないね、それぐらいの距離しかないんで、まあ、早めにキャンプに着いてね、ゆっくりしていきたいと思ってます。で、明日はね、時間あると思いますんで、ちょっと久方のね、まあ、この前の動画でもね、ちょっと紹介しましたけどもね、久方の関満寺、それから仁賀のね、九十九島、その辺をね、ちょっと紹介して、いきたいと思ってます。風はちょっと強いですけども、晴れてきて、まあ、向こうにちょっと雲があるのはちょっと気になりますけどもね。左向いてるかな。傾きも調整したつもりなんですけどもね、そういえばね、葵さんがね、この前の北海道往復でね、2日間で1000何百キロかなり走ってましたよね。1500だったっけ、私走ってましたっけ、葵さんね、それぐらい走ってましたけども、実際私もね、4月からね、また2ヶ月あと4000キロ、トータルで4500キロあと走っちゃってるんですよ。俺ね、9月まで1万キロ、私の保険ね、いや1万キロ未満で登録してるもんですからね、本当に足りなくなりそうですね。撮影してませんけども、休みで晴れてれば必ず出てます、バイクで。コーヒーツーラーツーやってね、なんでね、これ、延長っていうかね、契約変えないといけないかもしれませんね。おかげでタイヤ今年でダメです。垂れちゃうっていうんじゃないですね、タイヤが二度減っちゃって、今年今シーズンで終わりですね。だから私、青森に行った時にね、セイカさんのね、タイヤの溝見て驚きました。え、こんなに溝ってあるのって感じでね。
私のは本当に溝減っちゃいました。タイヤ減っちゃいましたね、なんでね、今年は何キロ走るんでしょうか、ね、でもちょっと前に話しましたけども、私のスパイク今年車検なんですけども、また1万キロ、もうちょいで1万キロですね。まだ1万キロいけないんですよ、バイクがあっという間に追い越しちゃいましたね。追い越しちゃいますね。